イリックの動画、伏線ターン&レールを入手しました。そこで、伏線ターン&レールを使って、デルタ線のレイアウトの組み方を考えてみたいと思います。では行きまーす、シャドウ。じゃじゃーん！ご覧の感じになりました。どんな組み合わせを考えるかは、あなた次第です。ご視聴ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。ベストウィッシュ。アリユニ TV は、無断転載禁止です。もし、無断転載された場合は、ご報告願います。